どうも、ぶひけんです。本日日曜日、もうすぐお昼になっちゃうんですよ。今日朝9時からね、作業を始めて、今ね、ここを磨い、あ、映っちゃうかな、この辺磨いたところですね。だいぶいい感じになってきてます。一回ね、またこっから後ろ全部ちょっと研いで、でここね磨いたとこです。ここどんな感じかなと思って、いい感じでなってくと思います。まだちょっと曇ってますね、この辺。そうですね。でもまあ鏡みたくなってるので、柚子肌だったザラつきが消えましたので、多分これで磨きをかけていけばいい感じになると思います。もうこっちはね、あ、ほらね、曇ってる、こうまだちょっと磨き曇りがあるんですよ。そんな感じで、今日は磨きとこのフェンダースカートのこの取り付け位置の直し、これをねちょっと終わらしちゃいたいと思ってるんですよ。ここで明日材料を注文して火曜日には到着するので、最後の1枚と立ち上がりを作って、もう塗装に入らないと間に合わない、そんな感じかな。あとなんだっけ、まだいろいろお願いされたんですよ。まあとにかくそんな感じで地味にやっていくしかないので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、こんな感じで、磨きが終わりましたね。ここの垂れてたとこ、なんとかちょっとね、よく見ると分かるんですけども、このぐらいで勘弁してもらいましょうね。よし、あとはまあいい感じで、まだねケツのとこ残ってるんですけどね。よし、この辺ちょっとボケてますね、まだね。この辺かな、この辺。ね、この辺がボケてる。こう、はっきり映んないですもんね。こっちは鏡みたく映ってんだけど、この辺ほらボケてますね、こう。この辺ですね。この辺ちょっとやっていきましょう。いいですね。映るようになりましたね。よし。はい、鏡見たくなりましたね。よし。よしよし。お昼休みも終わりまして、午後の作業に入りたいんですが、ここの磨きね。ちょっとその前にね、タイヤ外してはね、ちょっと磨くの飽きちゃったんで、タイヤを外して、このフェンダースカートのここね、なんでフェンダースカートが落ちてくるのかを見てみましょう。では。ダメですね、タイヤが外れないっすわ。エアサスの方のなんか設定とかは、いじらない。でっていう感じだったんですよ。3っていうとこだけしか押さないでくれって。なもんでタイヤを外したい場合はもっとこう下に下ろさないと外れないんですが、いや困ったね。まあちょっとつけてみますか。このフェンダースカート、もともとオリジナルの長さしかなかったやつを下側に僕延長したんですね。まあ注文で。で、ここの部分は一切いじってないんですよ。で、もともとネジで止められてたんですね。これでそれをワンタッチで外せるようにしましょうという感じで反対側はやったんですよ。で、こっち側は押さえがもうあったので、なんでこっちもネジで止まってたのかなとは不思議ではあったんですが、まあ結局落ちてきちゃうからそうなってたんでしょうね。じゃあ一回つけてちょっと潜ってみます。ではちょっとね、反対側、止めの部分を僕が作った方ですね、
こっちは落ちてこないんですよ。よいしょ。じゃあなんでか覗いてみましょう。覗くとすぐ分かるんですがね。よいしょ。いや、カメラに映るかな。分かりますかね、あのペンタスカートのこういう引っ掛け、あれがこっち側はあのちゃんと測って僕が作ったので、あのレバーをちゃんとカチャってやると当たってますよね、あそこに奥に。それで落ちてこないんですよ。じゃあ反対側はどうなってるか。はい、映ってるかな。あのこっち側は映ってんのかな。あのカチャって止めてもあそこに空間空いてるの分かりますかね。うん、多分こっち側は引っかかってない状態なんですね。これだもんで、あそこの空いてる空間分だけ下にガチョって落ちてきてしまうということですね。さあ、これじゃあどうしましょうかって話ですよ。はい、あ。まあこういうことですね。これ裏から見たとこなんですけど、まあ、ここにカチャってやって、本当はここがこうつかなきゃなんないんですけど、この幅が空いちゃってるので、こういう状態にしてもその分だけ振動があるとガチャって落ちてきちゃうってことですよ。なんでこれを簡単に、今ちょっとね、なんとか寸法を測ったら 2.5 ミリ足りないぐらいですね。なんとかそう、なんて曲げれねえから曲がんないんだこれが。またちょっとなんかやってみます。ちょっとね、 2.5 ミリ延長してみましたね。うん、これでちょっと一回はめて試してみましょう。よいしょ。映ってますかね。これでガッチリはまりましたね。よし、もう下がっては来ないと思う。よし、出れない、痛いな、くそ。ね、はあ、いてはあ、これでもう下がってこないですね。よし、オーナー様こんな感じでいいかな。で、あとオーナー様はね、あのここにスポンジを貼れっていう風な感じのことを言われたので、ちょっと貼っていきたいと思います。スポンジ貼る前にちょっとこの今溶接したところですね、まあ、あの何回も脱着してるとまた剥げてきちゃうと思うんですが、一応あのシャーシブラック塗ってきました。うん、あのこっち側は錆止めで止まってるので別に行っちゃっても構わないと思って塗っておきました。さて、それではこれが乾いたらスポンジ貼っつけていきますが、あれ、スポンジあったかな。こんだけしかねえな、多分足りねえだろうな。今合わせたんですが、やはり片側分しかないですね。はあ、そんな行ってくるか。もうよっ、今手に入れてきましたよ。うん、雨すげえ。よし、これでフェンダースカート乾いたかな。もう雨が降ってる日は憂鬱になっちゃいますね。よし、いいじゃん。で、ここにスポンジを貼りたいらしいんですよ。オリジナルの、まあ、リプロっていうか、あのね、ゴムも出てるんですけどね、あのこのピヨンってなってるリブに挟み込むで止めるようなのが出てるには出てるんですけど、まあわざわざそんなの買う必要もないので、ゴムを貼ってくれっていうことだと思うんですよ。ゴムっていうかスポンジね。よし、そんな感じで、ちょっと痛い。そうそう、あとついでにね、探し回ってこいつを手に入れてきましたよ。オーナー様からのね、追加注文でちょっとこいつを使うのでね、これはちょっとここへ置いてきましょう。これもまだ加工しなきゃなんないので。